おはようございます。横山です。今日も一日よろしくお願いします。本日は東京ジャングルをやりたいと思います。で、全くやったことがないんで、まずはサバイバル。人類は消えた。このゲームめちゃくちゃ評価いいですからね。東京はその景観を残したまま動物たちの世界ジャングルへと姿を変えた。野生化したペット、あ、リアルですね。あー、なるほど。トラやライオンも抜け出して、土佐犬サラブレッド。そう、なんかね、大体のあらすじは知ってるんですよ。なんかその弱肉強食を生き延びるみたいな。で、その中でなんかね、なんかいろいろと動物種類があるらしくて、で、なんか最初に選ぶ動物が、ね、これチワワかな。なんか最初はすごいね、弱い動物からしか始められないそうですね、これ。ステルス行動。自分より強い動物に見つからないこと、それがこの世界で生き残るテクニックだ。あー、強いですね。チワワよりかは強いですね、狼。確実に。動物に見つからないためには草むらが有効だ。草むらは動物の視点を遮ってくれる。へえ、バレてるやろ。あ、バレたバレた。草むらから出てしまうと丸見えになる。草むらを使って狼に気づかれないように指定のポイントまで移動しろ。もう一瞬やな。はい、今やろ。オッケーオッケー。草むらに入ってたら、おお、飛べるんかい。ジャンプ力高いな。ちゃうわ、猫や。狩りの基本、汚い猫やな。肉食動物は獲物を捕食して生きている。ハングリーゲージはお腹の空き具合だ。何も食べていないとハングリーゲージがゼロになり、ライフゲージが減り始める。ライフゲージがゼロになると動物は死んでしまう。もうウサギやね。あそこにウサギがいる。見つからないように近づき、ウサギを仕留めろ。噛みつきの間合いに入るとタイミングを示すアイコンが表示される。噛みつきアイコンが赤くなった瞬間に R1 ボタンを押すとうまく噛みつけるだろう。早っ、かっこいい。骨になるまで暗い、腹を乱せ。表現が残酷やな。捕食する。骨になった。ビーグル、戦闘の基本。弱肉強食の世界では他の動物も食料を求めさまよっている。なんこれ、ハイエナか。ハイエナが匂いを嗅ぎつけてやってきた。敵に姿を見られていると噛みつきで仕留めることはできない。仕留めるためには敵の隙を作り出さなければならない。四角ボタンで引っかいてハイエナに隙を作れ。すげえ、引っかき。あんま犬がね、引っかいてるイメージないですけどね。敵強っ。おっ、なるほどな。この引っかきを駆使してちょっと強い相手でも勝つことができると。敵が噛みつきを仕掛けてくる時もある。噛みつかれると致命傷を受けるが、うまくかわせば反撃のチャンスになる。噛みつきアイコンがビーグルに表示されたら回避してカウンターを狙え。噛みつきを右スティックで回避。早いな。はい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 、すげえ。なんか鬼武者のあの一戦みたいな感じですね。タイミングよく合わせて。戦いになるとこちらも負傷では済まない。敵が群れを形成していると死の危険は高まる。あそこにハイエナの本体がいる。噛みつきや引っかきでハイエナからテリトリーを奪え。すげ
あーバレたバレた、やばいやばい。あーバレてるバレてる、確実にバレてる。オッケー、一戦。強いぞ。もうバンビ。草食動物の特徴。草食動物は植物を食べて生きている。狩りをしなくてもいい反面、戦いには不利だ。植物はいろいろなところに自生している。レーダーの草マークが植物の位置だ。キノコ。肉食動物に気づかれないよう3種類の植物を完食しろ。あ、ちゃうちゃうちゃう、見せた見せた。あ、もう絶望的や、そんな。チュートリアルで死んでどないすんねん。誰や、ハイエナに発見されてしまった。ニホンジカはハイエナに勝てない。あそこに草むらがある。ハイエナに追いつかれないように走って草むらまで逃げ込め。お、早いな。敵から距離を置いて草むらに入れば敵の視界から逃れることができる。標的を見失った敵はしばらくの間嗅覚を頼りに敵から距離を取った上で身を隠していれば匂いが薄れ見つかる可能性は低くなるだろう。危険度ゲージがゼロになれば敵は諦めて去っていく。どうやら今回はうまく逃げ延びたようだ。やっぱ草食動物はね、逃げるのにはやっぱ長けてますね。早かったです。縄張りと世代交代。15歳を超えると寿命が迫ってくる。その前にメスと交尾して子孫を残さねばならない。あ、なるほど、あくまで主人公はオスっていう設定なんですね。メスを見つけ巣で交尾するには自分の縄張りを作る必要がある。渋谷駅前には4つのマーキングポイントが点在している。あ、すげえ、これ渋谷のスクランブル交差点ってやつか。マーキングポイントの位置はレーダーで確認できる。またスタートボタンでマップを開けば正確な位置がわかる。渋谷駅前の4つのマーキングポイントを巡り縄張りを作れ。バレてない。すげえ、スティック押し込みで鳴くことができる。渋谷駅前の巣が使えるようになった。ほんまに巣や。なんかわら集めて。お、メスかこれ。フェロモンに釣られてメスもやってきたようだ。レーダーを頼りにメスを探しパートナーにしろ。ハートマーク、あれがメスか。メスにはアゲメス、タダメス、サゲメスの3種類がいる。だがいいメスをパートナーにするにはオスもメスに見合う実力が必要だ。捕食を繰り返しオスとしての実力を磨く必要がある。このゴールデンレトリバーはまだあのメスに見合うだけのランクに到達していない。獲物を狩り喰らいオスとしての実力を磨け。あ、やばい、狙われてる。猫強っ。おお、吠えた吠えた。あ、あのカロリーっていうのが、え、経験値みたいな感じか。お、ボスまで行った。お、これで再びアプローチ。ピョンピョン跳ねてパートナーと合流した。あいつも飛ぶんや。なんで巣に戻れと。世代交代。ああ、なるほど、俺の屍を越えて行けみたいな感じか。めっちゃケツかくやん。もろやん。めっちゃ生まれてる。お、チュートリアル終わったって感じやな。あれ、渋谷109やつだ、あれ。狩り、捕食、逃走、世代交代。あ、読めんかった。過酷な生存競争を勝ち抜いたとき、世界の行く末を見届けることができる。東京ジャングルの幕開けだ。やばい鳥飛んでるやん、あれ。
でもなんかストーリーもこれすごいらしいですね、なんか壮大な。ジャングルベイビー、あ、チワワじゃなくてポメラニアンか、失礼しました。肉食の方が面白そうやからな、ポメラニアンで。かっこよすぎるやろオープニング。あ、なるほど、チュートリアル終わってるからもういきなり始まるんか。まずはこのね、マーキングやろ。なんか寝とるからこれを捕まえよう。お、チャレンジ。なんか小学生の時ね、なんかあのチャレンジっていうのがあったんですけどね、僕あれおもちゃ目的でやっててね、もうそれがバレて途中で解約されましたね。サバイバル力を評価するシステム、それがサバイバルポイントだ。サバイバルポイントは捕食、ランクアップ、縄張り占拠、世代交代、チャレンジ達成、そして生き延びることで獲得できる。高ポイントを獲得しランキングの上位を目指せ。右上の数字が獲得したサバイバルポイントだ。より多くのサバイバルポイントを獲得しランキング上位を目指せ。すげえ、ポメラニアンがビーグルに勝った。とりあえずね、レベル上げんとね。最初はあ、クソ外した。すげえ、ウサギが反撃してきた。ポメラニアン舐められてんな。お、かつてこの地にいた人間が残した記憶、それがアーカイブだ。アーカイブを集めることで人類が消滅した理由を探るきっかけとなるだろう。メニューを開いてアーカイブを確認しろ。あ、あの上の数字あれか、生存年数か。今気づいたぞ、もう2年も生きてんのか。やばい、ハングリーゲージが、くそ全然おらへんぞ獲物が。やばい、お腹が減ってきた。でも全然獲物がおらへんねん、どうしよう。あー、キノコは無理や。空腹でライフが減り出した。お、おるおる。オッケー。あ、暗いな、夜こんな暗いんや。お、渋谷繁華街の巣が使えるようになった。やばい、お腹が減ってきたけど全然おらへんねんな。お、ポメラニアン。うわ、今のランクではこのメスは振り向いてくれないようだ。死ぬ。ただメスがなびいた。あ、死ぬ死ぬ。あ、死んだ。全然獲物おらんからな。空腹との戦いやな今回は。もうあんまりね、遠くまで行かんようにして、とりあえずそのもう捕食するね動物おらんところ行くのはちょっと危険やなっていうのを学習したからね。もうしばらくはこの餌がしっかりあるところでね、レベルを上げるっていうのをちょっとやりたいですね。すげえ、こんなとこ行けんねや。あ、すげえ、カラスも倒せんねや。スモッグや腐った植物、水を摂取するとポイズンゲージが溜まる。ポイズンゲージがプラス100になるとライフゲージが減ってしまうので気をつけろ。ヒゲメガネ。東京一のおしゃれ動物を目指せ。すげえ、ヒゲメガネつけよう。ちょっとなんか場所おかしない？ついてんのこれちゃんと。めっちゃ寄ってきてるやん。汚い動物に触れると飲みを移されてしまうことがある。飲みを移されると痒くてたまに動けなくなる。水場に入るか薬を使って飲みを駆除しろ。こいつ汚い動物やってんや。下げメス。いや、どっか行け、どっか行け。うわー、返そう。早い早い、あいつ。あかん、あんまこっち行ったらまた飯がなくなる。オッケー、飲みが消えてくれた。くそ、もう下げメスがついてきてしまってるから他のメスと交尾できんやん。一回ね、世代交代っていうのやってみましょう。
ポメラニアン2世が誕生した。群れを作ると自分が死んでも群れの仲間に操作を引き継げる。また三角ボタンを長押しすることで群れの仲間を戦わせることができる。あ、こうやってもう徐々に徐々に強くしていくってことですね。すげえ、ドレスアップも引き継いでる。なんか餌の量っていうのが多分これすごい大事な気がしますね。今このなんかどこや、渋谷郊外がもうエキサの量がマックスやから、多分次はあそこに縄張りを移さなあかんっていう、そういうことですね。すごい、犬も大きなってますね。さっきめっちゃちっちゃかったのに。お、餌がいっぱい。やばいやばい、強い。全部食え、もう。一気にレベル上がるやん、これ。下行けるとかないやんな、俺。せっかくいっぱい倒したのに。すげえ、草むらの中やから全然バレてない。うわ、まためっちゃ来たやん。殺しては食うの繰り返し。あ、もうレベルマックスいってるんか、これ、ひょっとして。いや、猫に追いかけられてる。すごい過酷な環境でね、こいつはサバイバルほんまにしてますね。すごいな。ほんまになんか東京ジャングルって感じやな、もう。すげえ。ほんま自分らだけの巣って感じやな。こいつはどうや？ただメスか。もう一匹のやつ微妙やんな、こんなん見さされて。ポメラニアン3世。すげえ、ドラクエみたい、めっちゃついてきてる。オオカミ。すげえ、オオカミに勝った。すげえ、松屋そのまま名前あんねや。豚いるやん。え、なあれ、ヒョウ。やべえやつおるやん。あー、やばい、空腹ポイントがなんか食わんと。オッケーオッケーオッケー、食え。なになに、やり合っとる。ファインハント、オッケー。食ってるところを食ってやった。週刊少年マガジン。あ、やばいやばい、狼はやばい。これは逃げた方がいい。うわー、いらんことしたな。あ、すげえ、こういう機能があんねや、仲間引き連れてたら。なるほどな。言うと、あと3回死ねるってことか。うわー、面白い。このシステム面白い。そういうことか。何のために仲間引き連れてんやろなってめっちゃ気になったけど、そういうことか。ワニいる。あれ何、あれ何、ゴールデンレトリバー。うわ、一撃か。やばい、逃げろ。くそ、あんだけおったのに。もうあとこいつ一人になってもでん。ワニの横を。怖っ。トラや。え、あんなんどうやって通ったいの。絶望的やん。え、それ無理やわな。なんことしたな。いや、なんかあの噛みつきアイコン出てたから、ひょっとしたら一撃で倒せるんかな思って、ポメラニアンが。結構いったんちゃうこれ。お、猫アンロックした。パンダとか使いたいな。これ何、サーベルタイガーこれ。うわ、恐竜やんこれ絶対。
え、キリンもいんの？ワニ？プレイステーションストアで購入すると使用可能になります。購入しようかな。わあ、うまいな、商売上手やな。さっきなんかこうやってな、見しといて影にせえへんところがね、商売上手、せこいわ。こんなん欲しいってなるやん、絶対に。